魔城伝説、現代に続くキャッスルバニアシリーズの3作目にあたる本作は、オーソドックスなステージクリア型のアクションです。後の作品の主人公となるアルカードや、ラルフ、シー、ベルモントといったレギュラーメンバーが揃い踏みしたのも今作からです。鞭を使う前作までのプレイアブルキャラと操作感の似た主人公のラルフに加え、盗賊のように身軽なグラント、魔法使いのサイフア、そして吸血鬼のハーフのアルカードから一人を選んで仲間に加え、適宜ラルフと仲間を切り替えてゲームを進めていきます。ドラキュラシリーズおなじみの高難度ですが、本作は選択肢が多いため過去作に比べるとやややりやすくなっています。特筆すべき点は、後に主人公を務める際は少女漫画に出てくるような短尾のアルカードが今作ではなぜかおじさんな点でしょうか。時代による流行りもあったのでしょうが、もうちょっと男前でも良かったんじゃないでしょうか。ドンキーコング3、ドンキーコングシリーズの3作目。全2作と違って今作は、シューティングゲームとなりました。またマリオは登場せず、スタンリーというオリジナルの主人公が登場します。フラワーパークにやってきた、ドンキーコングや昆虫を撃退するため、スタンリーがスプレーを使って、立ち向かいます。ロープにぶら下がったドンキーを、ショットで上まで追い込むか、昆虫を全滅させればステージクリアです。画面最下部に植木鉢が置いてあって、放置していると昆虫に持っていかれます。敵が消える前に倒せば植木鉢は元に戻ります。ステージクリア時に残っている植木鉢の数で、ボーナススコアが変わってきます。全2作と比べると異色なジャンルであり、設定のつながりもなく、知名度の低い作品です。短時間でサクッと遊ぶには、ちょうど良いゲーム性です。ファミコン昔話、悠々期。ファミコン昔話、シリーズの2作目になり、最遊記をベースにしています。ストーリーの展開方法は前作とほぼ同じ感じで、コマンドが出たら選択し、物語を進めていく感じになります。なんとなく昔話を語り聞かせる雰囲気は、そのまま健在でありますし、さらにその印象を強く与える仕様が加えられています。コミカルな世界観を演出しているので、最遊記を楽しくプレイできます。BGM は中国っぽいものだけでなく、いろんな雰囲気の曲があり楽しさを演出します。コマンド選択によるアドベンチャーな演出以外に、アクションによる敵との戦闘や、クイズによるミニゲームも追加され、グラフィックも動くようになっていたりと、前作よりさらに進化している様子が伺えます。前作に比べ謎解きの難易度は低めに、抑えられていますが、それがかえって、ストレスなく楽しめるようになっています。自分が物語に入り込んだ感覚で、じっくり楽しめるのではないでしょうか。ヒットラーの復活、トップシークレット。あのカプコンが、アーケードから、ファミコンに移植した作品です。内容は、主人公が、あの戦場の狼でも登場した、スーパージョーを助けて、
強大な敵の目的に立ち向かう、アクションゲームです。とにかく広大なフィールドを、ファイヤーを駆使して、武器で敵を倒してアイテムを、集めボスを倒して先に進みます。このワイヤーアクションが、本当に面白くて、いろんなことができます。しかし、調子に乗りすぎ、敵の目の前に落ちるのはしょっちゅうです。さらに、このワイヤーを使わないと先に、進めない場合もあるので、最初はわからず攻撃したこともあります。アーケードから操作性が変わっています。しかしワイヤーの利便性がかなりアップし、チューブラリンで銃を撃てるなど、アクション映画さながらな動きもできます。また、敵もミリタリーで重厚なものばかりで、動きを見ているだけで楽しいです。音楽やグラフィックも凝っていて、おまけに最後のボスは結構衝撃的です。ミリタリーものが好きなら、夢中になること間違いなしです。ランペルール。ランペルールとはフランス語で、皇帝、という意味で、あの有名なナポレオンとなって、ヨーロッパ全土を征服することを目標とする、コウェイお得意の歴史ゲームです。信長や三国志等と比較して、非常に難易度が高く、独自のシステムが多く実装あります。例えば大砲、信長や三国志より時代が先なだけに、長距離射程の大砲兵器が登場しており、この運用が戦闘の勝利の鍵となります。結果、物量押しや歩兵による近接よりも、位置取りや大砲を守る陣形が重要となり、将棋のように、かなり綿密な陣形を敷くことが求められます。もう一点が、外交戦の重要さです。本作は勝ち負けに関わらず、戦争が続くと、忠誠心がどんどん下がっていくため、直接の戦いよりも、外交で同盟関係を築くことが大切となります。これらの独自要素と様々な最悪、ペスト等、により、その他の歴史ゲームのセオリーが、通じない点からも、上級者向けの仕上がりとなっています。マリオ、ミスター・ニンテンドーとも言える世界一有名な、ゲームヒーローのマリオが白衣を着て、ウイルス退治に挑むパズルゲームです。青、黄、赤の3色のウイルスに、同じ色のカプセルを合わせ、縦横いずれかで、4つ以上並べることでウイルスを除去する、ことができ、画面内、瓶で表現されています。のウイルスをすべて除去すると、ゲームクリアとなり、テトリスやぷよぷよのように、無限にスコアを重ねていくのではなく、ステージクリア型のシステムとなっています。本作はリメイクが多いマリオ作品では、珍しく、ファミコンとゲームボーイのみ、3DS のバーチャコンソールはあり、となっていますが、マリオが医者?と、言う突っ込みどころと、ステージ内の名曲、フィーバー、の独特な中毒性からか、非常に認知度が高いゲームとなっています。最近ではスマッシュブラザーズに通常の、マリオとは別にドクターマリオがキャラとして、参戦すると、未だ高い人気を誇っている作品です。コナミワイワイワールド。あのコナミ自慢のゲームのキャラたちを一堂に集まった本当に賑やかなアクションゲームを作りました。基本はコナミマンとコナミレディを操作して横画面の広大なステージを探索して仲間を助け、バルダーを倒します。
基本はアクションですが、ステージによってはビッグバイパーやツインビーを操作するシューティングもあります。ステージ構成はあの悪魔城ドラキュラをモチーフにコナミを代表するシモンやゴエモン、コング、マイキーとファンなら大喜びできるキャラが暴れ回ります。個人的にはゴエモンが好きでよく使っていました。またキャラには原作と同じ音楽が流れ死ぬと格ゲーム同様な死に方をするなど芸が細かいです。死んだら拠点で復活させます。それぞれ能力が違い、みんなを使いこなさないとクリアできません。また広大なフィールドには隠しアイテムが多数あり、それを探すだけでも楽しいです。ファンを喜ばせる仕掛けも多く、コナミのファンはもちろん、レゲエファンなら一度はプレイするのもありです。すでに買った声